リッキー、チカのレッツ深呼吸。こんばんは。12月18日、うん、はい、火曜日の6時を回りました、うん、もう暗いね、外も、ね、今日はさすがの暑がりの俺でも、うん、ちょっと肌寒いっていうかね。やっぱそうだよね、今日はね、はい、今日も半袖でできたらどうしようかなと思ったのに。いやでもね、このぐらいがあのちょうどいい、活動しやすい、活動しやすい。いやちょっとなんていうの、動いても汗かかないから、うんうんうん、ああまあまあね、ものすごいだから、いいぐらいかな、確かに活動しやすいなと思って、はい、非常にねいい季節が来たなと思って、うん、ねクリスマスマンデーってことで、はい、もうちょっとだよね、年内も今日18でしょ。今年のクリスマスは一緒に過ごすことになるんだね、リキさん。ラジオでしょ。25日はね、うん、クリスマスの日なんで、最後のね、うん、放送になるんですけど。そうですね、今日はっていうかね、大きなニュースで言うと、うん、昨日北海道で、うんうん、札幌市内で、うんうんうん、大爆発があったってことで、あれはね、テレビ見てたらこの上にね、うん、テロップが出て、うんうん、その時点ではもう全くしばらく状況分かんなかったじゃん、うん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 、で翌日のっていうか今日の朝でも、うんうん、なんていうかな、隣のアパマンショップが吹っ飛んだってことで、うんうんうん、飲食店が爆発して、うん、アパマンショップが吹っ飛んだみたいな、うん、すごい被害を受けたみたいな言い方してたけど、あ、うん、ところが、ね、うんうん、アパマンショップが原因だったじゃん、あれは、消臭スプレーなんかね、100本ぐらいね開けて、うんうん、それが原因で、うん、爆発したっていう、うんうん、逆じゃんみたいな、うんうん、飲食店被害者じゃん。ね、本当に危ないよね。でもね、もうね、死者が出なかっただけも本当に、だからね、うん、あれだけの破壊力っていうかさ、すごいですよね。まだなんで火つけちゃったかな。いやもう分かんなかったんでしょ多分。ああそういうことなのかな、うん、だから無臭のガスっていうのもあるからさ、うんうんうん、しかも密室で100本開けて、うん、でちょっと離れたところでもものすごい爆発音が聞こえたらしいからね、うん、本当危ない。で近くのロイヤルホストもガラスが割れるし、うん、ねえあれだけ吹っ飛んで死者がいない、ね、重症者一人だった、うん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 、もうここはこれだけで済んだなってことでね、本当にまあ大変なねニュースにはなったんだけど。そうですね、もう怖いよねこういうの本当に。まあ特にね年末年始は、うん、火の元ね、うん、注意しないと、うん、今沖縄地方も今日明日もそうかな、乾燥注意報がね、うんうん、出てましたね、出てるんで、うん、火の元ね気をつけて、まあ、全国的にね、冷え込んでると思うんで、うん、ちょっとしたね、だからこの昨日のこの爆破でも、うん、今日の朝のねワイドショーとかなんかそういったのでは、うん、石油ストーブに間違ってガソリンを入れたんじゃないかとかさ、はい、あーもういろんなね、いろんな憶測で話してるからさ、うんうんうん、結局原因が分かってしまったら、うん、なんかフェイクニュースじゃんみたいなね、うん、そんな感じになっちゃってたから、もうそういうのばっかりだからね、うんうん、憶測でいろいろ話しちゃダメだね。そうですね、だからね、うん、勉強になった、はいはい、ということでね、今日もねいろいろ楽しみながら番組をね進めていきたいと思うんですけど、はい、今日はですね、うん、なんとゲストさんにあんまりね、僕のこの、僕らのねこの放送も、そんなに告知とかね、しないんで、はい、いきなりすごいゲストとかがね、来ちゃうんですけどね、今日はなんと元プロハンドボーラーの、はい、田場優也さんがね、ね、今日来たらイケメンいたんでちょっと緊張しましたよ自分本当に。チーカーもなんか女子っぽくなった？ちょっとなるはず、今日なんか口数少ないはず女性ホルモンがこうなんか来た、出てるかな、大丈夫、出てる、まだ足りない、いや俺は分かんないけど、あそうだね、ニキさんは分からんだろうな、はい、ね、いろんなねお話聞けると思うんで、はい、ツイキャスの皆さんもねぜひ参加していただいて、番組にね進めていきたいなと思います。はい、 FM ギノワンレッツ深呼吸、この放送はアスザの天然水を贅沢でサーバーに飲めるプレミアムウォーター、ブライダルリングのムクベル、
トータルビューティーサロン M グレイス、地域に愛され10年、水回りのことならおきみや設備、癒しのオゴル専門店沖縄オルゴルドの提供でお送りいたします。飲まないといけないですよ。ですよね、はい、うん、空腹とやっぱり喉の渇きっていうのが一番良くない、うんうん、じゃあこれだって飲んでみよう。コーヒーも2リットルぐらい飲んで水もはいはい、で僕トレーニングもしてるんで、はい、トレーニングするとやっぱり水6リットルぐらい飲まないといけない。うん、6リットル1日ですか？1日飲みます。もう練習で2時間とか飲んだり、2リットル想像できない。6リットル。いきますよ、普通。午前中は2リットルぐらい水飲んでる。自分のうち2リットルは1日に飲んでます。2リットルから3リットルぐらいは多分飲んでる。1リットルは完璧飲んでる。2リットルは完璧飲んでるんですよ。朝晩なるべく飯食わないで、水だけ飲んで、デトックスっていう。午前中はもう デトックス時間と思って。で、プラスコーヒーもってことですよね。そうです、そうです。はい、すごいね。絞らないとどんどん時間過ぎていく。そう、ね、伝えたいことが少なくなっちゃう、薄くなっちゃう。ツイキャスの皆さん、今日もよろしくお願いします。コインもよろしくお願いします。今日ね、今イケメン来てるから緊張してるよ、ちかは今年からいきなりこんなショートカット。あ、どうもやったの。普段ラジオの仕事でされてるんですか？いや、全然全然。リキさんからお誘いいただいて、だからもう素人同士で3年前に、ね、カミカミでね、やるとかっつってそれでそうそうそう、どっかのモデルクラブとかじゃなくて、いやいや、ノリです、ノリ、あ、やるやるやる。身長何センチですか？182だったんですけど、え、もっとあるんじゃないですか？そうなんですよ、態度がでかいから。そうそう、沖縄帰ってきて伸びたんですよ。今はどれくらいなんですか？83、4とかある。うーん、あ、でももっとあるように見える今 CM 入った。 CM 入りました。沖縄ってラジオの影響大きいですからね。うん、まあ聞いてる人も多いですからね。車社会でも
あの読谷なんかだったらもう地域発信もすごいし、で読谷が一番地元の人が聞いてんじゃないかな。そうですね、聴取率が一番高いと思います。地元のあのレアな情報とか、どこそこであの今日は明日セールやってるよとか、なるほどね、それ聞いてないとなんかね、地域のいい情報を逃しちゃうみたいなのとか、あと地域 の, その中学生小学生のなんかクラブチームの子たちが出たりとか、自分の子供たちが出たらね、それはその人ですよ。ものすごいこう地域密着で濃い、ものすごい濃い感じが FM 読みたんだなって思います。まあ何ちゅうの、陸のことみたいな感覚もあるじゃない、読みたんだ、もう端っこでさ、そうでもなんとなくちょっと読みたんだなんだからいやそうバカにしないでよ、バカにとかじゃなくてそれはいい意味だ、まあまあね、な何かのついでにこう通るとこじゃないっていうかさ、そういうね、半島的な読みたん半島じゃないけどね。はい、では青学です。そんな感じ5秒前、はい、日本一じゃん、3日中そうだよ、いいとこ。はい、どうもこんばんは。はい、こんばんは。レッツ新国有の、ね、時間がやってまいりました、今日のゲストはですね、なんと元プロハンドボーラーの多場雄也さんです。ようこそ。メンソーレ。こんばんは。よろしくお願いします。やっぱりマジでイケメンなんで。ね、すごいよね。緊張してますよ。怒らないといけないの、僕。そうしないといけない、今日。いや、ちょっと緊張するな。いやね、もう多場さんのね、雄也さんの、まあ、経歴をね、簡単に言いますと、はい、まあ、地元のね、浦添出身で、江南高校でね、ハンドボールでも活躍して、日体大に行きまして、それから、まあ、学生でもね、本当に、インカレでも優勝したんですよね、はい、でその後あの1998年に枠長製薬に、入りまして、まあ、ハンドボールの、ね、名門クラブ、まあ、僕もハンドボールやってたんで、枠長とかも大道特殊校とかすごいね、もう憧れのもうチームだったから、で枠長製薬に入られて、で、まあ、同年の、ね、日本リーグ新人王獲得されて、でその後、翌年に、スペインに留学してね、2部リーグの、テルサ・アドリアネンス所属して28試合出場したと。で、その翌年2000年に、枠長、製薬にまた契約選手として復帰して、日本人初のプロハンドボーラープレーヤーとして、活躍しました。で、また、欧州に、ね、渡ってプロリーグに挑戦して、ニーム、はい、ニームにあるフランス一部リーグの、ウサム・ニームに、はい、移籍して、シーズン得点ランキング3位になるなどね、大活躍しました。で2006年に、各クラブから の, あのオファーを、受けて、受けたんですけど断って、帰国して、で FC 琉球のハンドボールの、ハンドボールのゼネラルマネージャーとしてね、県選手として就任して、2007年沖縄から日本初のプロハンドボールチームを立ち上げるということで宣言されて、今現在のね琉球コラソン、ね、設立に、尽力されたということで、もうすごいねやっぱり経歴の、まあ、沖縄ってハンドボール王国って言われてるし、浦添もね、ハンドボールをもうね小学中学もう全国制覇してるからね、すごいんだよ。だからもう江南高校もねずっとあの全国制覇してるし、はいはい、もう全国から見たら、やっぱ沖縄ってハンドボール今は盛んです ね, ね。ただ我々の時はそんなに勝てなかったですね。で僕も高校時代までは全国は優勝してないですし、大学行ってやっとで全国制覇したっていうか、徐々に強くなっていったって感じで、で僕もあの僕がハンドボールやってる頃は、まあ沖縄にねやっぱり伝説の指導者みたいのがいて、まあ、新里康一先生にあの教わったんだけど、
高校2年の時に初めてインターハイ行って、うん、その時が、ベスト8止まりで、で高校3年の時の東京インターハイは、なんとあの本当になんていうかな、自分たちに過信しちゃってて、うん、もう2戦目3戦目ぐらいが目標だから、うん、1戦目はまずあの試合ならしなみたいな、うんうん、っていう感覚で臨んだのがもう本当に試合終了直前で同点になって、うん、ペナルティー合戦で負けて1点差に負けて、うんうん、1回戦敗退という、あの本当にあのそんな感じで僕のハンドボールね人生終わったんだけど、その後あの沖縄が徐々に強くなってきて、うんうんうん、強くなった人たちがまた大学とかね、あの田部さんみたいに日体大とかいろんな、大阪体育大学とかいろんなとこ行って、うん、指導者になりで沖縄に帰ってきて、うん、また底上げしてどんどん強くなっていって、うん、今のハンドボール王国ができたっていう、うん、そんな感じですよ ね、はい、いい循環できてます ね、はい、もうその辺をもうずっと見ながらまた世界っていうかね、うん、そういう場でも活躍されてきてるから、うん、ものすごいこのなんていうのハンドボール沖縄のハンドボール界にとってはもう宝っていうか、うんうん、これからの存在っていうかね、それがすごい注目されてる方なんで、まあこの間ね T リーグの話もしたけど、はいはい、B リーグね、うん、あのJ リーグでまたあの琉球ゴラソンもね本当に頑張ってるし、うん、あのそういう意味ではあの、まあ、なんていうかな沖縄のこのスポーツのね、うん、発展にいろんなところでも活躍していくと思うんだよね、うん、まあ、先日もちょっとね話した時に、はい、あの、プロスポーツ選手としての、うん、そのメンタリティとか、はい、その体力作りとか、うん、そのやっぱ世界でこう見てきた、うんうん、そのトレーニングの仕方とか、うんうん、そういったのがもう全然やっぱり違うらしいんで、その辺をね、やっぱり皆さん指導をしながらっていう感じになるんですよね、はい、まあ、僕らの時ってやっぱり実業団のチームが沖縄なかったんですよね、うん、盛んなのに、はいはい、で日本リーグもやっぱり今ではトヨタさんが4つで、うん、今は廃部になりましたけどホンダさんとか大企業が持ってるような、うん、あのチームばっかりで地域密着で、まあ、こういう沖縄県からっていうのはかなり難しいって言われてたんですよね、うん、こんなに盛んなのに難しい、うん、あの競技人口も多いのにってことで、うん、やっぱりあの琉球コラソンっていうハンドボールチームを作る、はい、そういった意味ではかなり必要だったのかなと、うん、であの野球って甲子園、ラグビー、花園、サッカー、国立があるんですよね、うん、ただハンドボールって聖地がないんですよ。そうですね、はい、だから46都道府県がもう沖縄聖地だ、沖縄ハンドボールで目指すっていうようなのができないかなと思って、うん、まあ、それをまあコラソンを始めっていう形でどんどん作っていけたらなっていう考えは持って帰国しましたね、うん、フランスから。どうでしたそのあのフランスは。いや、良かったですあのフランスは今年、まあ、先週女子がヨーロッパ選手権で優勝してますし、うん、男子も世界一、オリンピックも勝ってますし、まあ、サッカーもワールドカップ優勝してますし、うん、ものすごく強化がうまくいってますし、うん、まあ、フランスの前に僕一番影響を受けたのはスペインで、うん、そのアドリアネンテスって FC バルセロナ2部なんですよね、下部組織で、うん、まあ、FC バルセロナってご存知の通りサッカー、はい、サッカー、バスケ、ハンドボール、ローラーホッケー、今はフットサルが同じユニフォームを着て同じ敷地内でプロのカテゴリーでやるんですよ。で同じユニフォームなんだ。はい、同じ敷地内で同じユニフォーム でバレーとかはまあセミプロみたいな形なんですけど、だから向こうで今はあのサッカーメッシとかいますけど、まあ、そういった方々とも一緒にプロのカテゴリーなんですごく勉強になりましたね。そういう地域密着の、まあ、誇れるクラブっていうのはあの沖縄にも必要だなって強く感じました。それはあのなんていうの、その体力作りとか、トレーニングとかも、うんうんうん、こう一緒にやるんですか。もちろんあの一緒にではないですけど交流ももちろんありますし、同じ場所で例えばハンドボールの選手とバスケットがカンプノーでサッカーの試合したりとか年に一度あったりとか、まあまあ面白いですよ。面白いですね、はい、交流ありますし、はい、そういう交流って面
面白いですね。いや面白いですよ、ね、また刺激があって、ね、はい、もっと面白かったのが、ハンドボール選手、あのイヤキ・ウルガンダリンという選手が、あの難しい名前だ、まあ、ウルガンダリン、はい、FC バルサのハンドの選手がクリスティーナ女王、あの当時はあのホアン・カルロス、スペインって王国なんですよね、うん、王様の次女と結婚して、だから急になんか今までのチームメイトが貴族になったんですか。はい、そうです、すごい、はい、で今長男の方が王様ですけど、当時はホアン・カルロス王様の次女マリア・クリスティーナ女王と結婚して、もう急になんか、まあ、彼自身も2メートル3センチぐらい身長高いんですけど、うん、もうなんか王族に入っちゃってとか、じゃあ僕なんかこういったあのそのもう会えないですよ。会えないもう王族ですから、だからいろんな経験させてもらいましたし、またハンドボールっていうスポーツの価値観っていうのがだいぶ違うなと思いましたね。どういったところが違う。例えばもう、まあ、例えば向こうはカタルーニャといってスペインの中でも結構独自の文化、言葉も違うんですよね、うん、スペイン語とフランス語の、はい、間、バルセロナがまあ首都みたいな感じなんですけど、うん、まあクラブ以上の存在というかもう誇りですよね、うん、なんか沖縄県もそういった誇りに思えるスポーツクラブっていうのが今後必要になってくるんじゃないかっていう意味 で、ね、まあ戻ってきたっていうのもありますね、うん、何カ国語話してますよ。僕は英語は弱いんですけど、スペイン語学校行った時にバルセロナでやっぱり英語でみんなに教えるから英語はまあちょっと話す程度ですけど、スペイン語とフランス語、あとイタリア語がちょっと分かるぐらいですね。でうちなうちといや一番難しいと思う一番難しいと思うすごい、ね、特に宮古島の言葉はフランス語より難しいと思いますよ。確かにね、確かにいや普通あれもね全然分からんね、うん、難しいですね。いやでもこの世界をね視野に入ってきた人っていうのはやっぱりいろんなあのものの考え方とか価値観とかその世の中の見方いろいろ全然違うと思うんだよ、深い意味で。あのもう他を見てない人、例えばもう沖縄から全一度も離れたことない人とか、やっぱ県外でもあちこち行って経験した人、あるいは海外ね、まあ、近いアジアどっか行った人とかでも、うん、これだけでも全然違うのに、うん、ねああいうところでね、うん、ヨーロッパで本当にね活躍されて、すごいな。結局な、トータルで何年間ぐらい、バルセロナが1年半ぐらいとフランスが4年半5年ぐらいいましたね、うん、トータルで。長いですねそうですね、まあいい経験になったし、まあいわゆる沖縄ってまあ、島国ですよね、うん、でも言ってみれば東京日本も小さな島国ですから、うん、スポーツっていうのはやっぱりハンドボールに関してはサッカーもそうですけどヨーロッパ生まれなんで、うん、向こうではかなり盛んなんですよね、うん、だったら本場にやっぱり出ないとわからないこともいっぱいありますね、うん、そういった意味ではすごくいい経験をさせてもらったなと思ってます。ワクワクしたんじゃないですか、初め行った時いろいろと。あの楽しかったと同時にあのプレッシャーも感じました。特に外人枠とかがあって、あ EU 以外の選手っていうのは2人の外人枠で、うん、まあ、もちろん活躍アジア人取るってことがまずないんですよね。で僕フランス行った時はアジア人1人でしたし、まあ、活躍しないと外人枠にも入れませんし、まあ、それはそれでまた活躍するとサラリーが上がるとやっぱりプロ同士ですし、あの、まあ、白人とかはやっぱりなんでアジア人に負けるんだっていう、そういった差別もやっぱりやってくるんで、なかなか孤独でしたね。それはやっぱりプロリーグなんで、その年俸契約、そうです、はい、年間年俸とか、あと飛行機何回分とか、もちろん車家賃だったりとか、あと家族の飛行機代とか、まあそういった細かく、まあ、かなり分厚い契約書があって、はい、それはかなり恵まれてる方なんですか。いやもうかなりトップリーグでは、はい、かなり恵まれてて、まあ、僕の代理人フランス人なんですけど、うん、彼が全部まとめてくれて、はい、あまあね、あの大リーガーでもね、その交渉役の人いるよね、うんうん、結構なあのもらうらしいんだけど、何パーセントかね。そうですね、契約金の、はいまあ、ヨーロッパでは 10% 大体で、日本海外では彼らは 11% ぐらいだっていうことですけど、はい、
差し支えなければその最高おい、ま、連邦契約まあ大体トッププレイヤーで1億とかですね。で日本でトッププレイヤーで億で日本だとまあよくて何千万とか、まあ、プロ契約してる、まあ、海外日本だと。ただあの日本ではプロチームがまだないんで個人プロっていう形で実業団、はい、実業団のチームと契約するような形ですね。まあ、日本の場合はそのワクナーガさん、大東さん、大崎電機さんとかでもその実業団チームの場合はあるんですよね。なんか仕事、まあ、ほとんどの場合が仕事をしながら、はい、そうですね。であの現役を引退した後はその仕事に就くっていう形ですね。その会社からもお給料もらうっていう形、はいはい、でもそれ考えるとまだあのハンドボールは、そういった年俸とかまだまだやっぱりあれですね、そうですね、ね、伸びしろっていうかやっていかないと、ね、野球や、はい、サッカーに比べるとそうですね、はい、だからアメリカのねあの、うん、NBA とかそのバスケットプロバスケットボールがものすごいやっぱり年俸高いじゃない、うん、あれはあれの理由はやっぱり人数が少ないかららしいんだよね、うん、バスケットボールって人数少ないじゃない、うん、でも野球ってめちゃくちゃ多いじゃない、うん、でそれやっぱり、うん、あの一人一人にねやっぱり与えたらそれだけ年俸っていうのね、うん、まあ、トップの人は高いけど、うん、でもバスケットチームって本当に人数少ないから年俸高いんだなっていうのはまあ理解できたけどね。うん、いろんなねプロスポーツ選手っていうのはあるけど、まあそれなりのねやっぱ事情とかね、あのお金の予算の事情はね、そのなんていうの、あのスポーツによって全然違ってくるからね。この間の卓球とかもどうなのかなとかさ、うん、いろいろ考えながらね、うん、やっぱ子供たちもそういうのをやっぱり夢描いて、はい、プロスポーツ選手になってああいうふうにあの豪華な豪邸に住みたいんだとかっていう形でいろんなね夢目標を持って、ね、じゃあどういうスポーツしたらいいのかとか、はい、まあ、沖縄はやはりあの地理的ハンディがありますから、トップチームがないとどうしても見る機会が少ないので、まああのバスケットのキングスさんや FC 琉球さんとかできたっていう意味は大きいですし、また卓球も T リーグ、はい、アスティータさんができたっていうのもすごく意味のある、子どもたちには夢目標が身近になったんじゃないかなって気はしますね、はい、それ絶対あるね。やっぱり沖縄のその高校野球のもうどこが優勝するか分かんないぐらいになってるじゃん今は、うんうんうん、それもやっぱりあの沖縄でプロ野球のねキャンプ、まあもう秋季キャンプも入ってるけど、うん、キャンプがね相当入ってきてるから、うん、もう間近で、うん、あの本物を見てるっていうのはやっぱり違うと思うんだよね、うん、で彼らも沖縄に来た時にあのなんていうかな野球教室とか、うん、結構細かくやってるんだよ、うんうんうん、だその辺はありがたいよね。ツイキャスも来てますね、はい、ゴーダたけしさん、サバさんの FB なんかのこれ Facebook、うん、からやってきました、ご出演おめでとうございます。ツイキャス来てますね、 ありがとうございます。こうやって見れるんですね知らなかった、最近のラジオ流れてるのってこの辺で、だからさっから多分コーヒーも飲んでるのを見られてます、はい、コーヒーはね、もう結構お好きみたいで、ツイキャスはね、面白いんですよね、こういうので見れちゃうから、もうアルコールをやめてコーヒーが ものすごく量が増えたんで、うん、やめるきっかけは何だったんですか。僕ですね、やっぱり20代の頃から、うん、もうおそらく日本代表に入って、うんうん、やっぱり精神的な弱さだったんでしょうね、うん、国を代表するっていうのにやっぱ